ファンキュルタガタメプレゼンツ、今泉 P の絶つながるラジオ。いや、すげえ重力が重すぎるこの精神の時の部屋。もう週が明けてしまったよ、月曜日。疲れたよね。今日また新しい子が修行に来たということで、新コマンド。3分間一本勝負。すいません。あ、ごめんなさい。いいよ、もうこのまま、そのまま使うから。はい、新コマンド3分間一本勝負イエーイ。ということで、先週に引き続き長安にメディアの取材をこの精神の時の部屋で行ったと。ということで、新コマンドキラーズのみんなにいろいろと聞いていくということで、平さん、はい、お疲れ様です。はい、じゃあまず挨拶お願いします。共鳴なき世界へ誘うは疾風の旋律、世界を支えし大いなる世界樹の神と、オルフェウスコマンドフォルセティ。オルフェウス役の平エレンです。よろしくお願いします。ということでね、この番組は3分なんですけどもね、はい、3分、皆さんに届けてるのは3分だけど、こっちの時間では72時間ぐらいあるので、はい、好きなこと喋ってください。どうぞ。好きなことですか？みんな知らないから、まだ。あ、そうですね。電話でなんかウィーって言ってるしか知らないから。はい。そうですね、はじめまして皆さん、平エレンと申します。ですね、前回はですね、電話でウェイみたいな感じだったんですけれども、私自体はすごい陰キャラで、口下手で、すごい普段はとってもテンションが低いんですけど、テンション上げて、ね、頑張ります。地獄だよね。いやー、でも本当によくやったよね。そうですね、もう本当に自宅で一人でなんかウェイみたいな感じでやってたんですけど、地獄だよ、もう家でそんなになったちょっとやだもん。でも私、お酒一滴も飲まずにシラフであれやってますから。いや、それは普通だよ。社会人としてそれは普通だよ。もちろんです、はい、仕事の前に酒飲む。なんか皆さんのコメントが本当、オルフェウス草草草テンション草しか言ってない。みんな酒臭かったんじゃない？あ、そうかもしれないですね、みたいないや、本当に楽しかったです。陰キャには見えないですよね。いや、陰キャなんで、よろしくお願いします。別にこれ、日本人なんですよね？あ、はい、バリバリ日本人です。別に左利きのエレンとかじゃないんですよね？え、あ、左利きは本当です。ということでね、なんかドラゴンボールだったり、はい、左利きのエレンだったり、いろんな漫画がいじめられてる、はい、ね、はい、ということでね、はい、もういいですか、思い残すことは？はい、ないです。潔いね。ないです、ね。じゃあちょうどね、他のやつがちょっと長くなっちゃったからね、編集大変だからここで切ろう。そうですね。また明日。はい、また来週。